自分からいろんなことを発信することでたくさんいろんなチャンスをつかんでくることができました。こういう感じでなじませてタオルで拭き取るだけで、愛それは気高く、シュトワイヤン行こう。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳あやはねまやです。私はもともと宝塚歌劇団で男役をやらせていただいていたんですけれども、現在は関西を中心にタレント活動をしたり、去年の5月にアイドルデビューして、曲を出しながらいろんなところで歌ったりもしております。とにかく面白いこと、興味のあることをどん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 やっていきたいと思っており、2014年には R1 グランプリ3回戦まで進出してみたり、歌ネタ王決定戦というのの準決勝進出しまして、ナンバグランド花月の舞台にも立ちました。今日は宝塚の男役メイクをしてみました。宝塚を退団してから6年間ぐらいずっと宝塚メイクってしていなかったんですけれども、2年前ぐらいからするようになったら、いろんなところでする機会をいただいて、現役時代より上手いねって言われるようになりました。ぜひ見てもらって皆さんも挑戦してみてください。あひあひあひ、よくスキンケア何してるんですかって聞かれるんですけど、本当に特に高い化粧水を使ったり何をしたりパックしたりとかっていうのは一切してなくて、唯一何してるのって聞かれて答えることといえば、朝絶対に洗顔料を使わずに水とかで顔を洗うことだけかなって思います。いいのか分からずに30何年間続けてきてるんですけど、どうやらなんかいいみたいで、特に冬の冷たい水で顔を洗うのはいいみたいです。なんか分かんないけどやってみてください。タカラジェンヌって結構スタイルがいいですねって言われて、ダイエットとかしてるんですかって聞かれるんですけど、私はすごいダイエットまで、宝塚受験の時に結構ぽっちゃりしてて、先生にそんなんじゃ宝塚入れませんよって予備校みたいなところの先生に言われて、3ヶ月で10キロダイエットして、しかもそれが中学校3年から高校2年の間、めちゃくちゃ食べ盛りの時期に何にも食べないっていうダイエットをしてしまったがために、すごく太りやすくなってしまって、宝塚に入ってから12キロぐらいリバウンドして、でそっからすっごい宝塚時代はダイエットに苦労してました。なので今は3キロぐらい上下があったら気にするようにしてて、 1.5 キロから2キロぐらい太ったなって思ったら毎日必ず体重測るんですよ。毎日体重測ってちょっとでも増えてるなと思ったら、次の日の食べ物を我慢するとか、朝ごはんだけ減らすとか、そういうことをするだけで結構 1,2 キロだったら調節が楽なので、それをずっとやってます。25歳ぐらいからは一切体重変わってないです。髪の毛なんですけど、こうやって立てたりするのに痛みそうですねって言われるんですけど、意外と宝塚のこういう髪の毛って傷んでる方がやりやすくて、ちょっとギシギシぐらいの方が立ちやすいので、わざとトリートメントとかリンスとかコンディショナーを使わずにシャンプーだけで洗ったりしてました。特に私髪の毛がすごい強いので、すぐサラってなっちゃうんですよ。でそれを防ぐためにシャンプーだけで洗って、わざとガシガシにしてガーって立ててやってました。なんで結構よく見たら傷んでます。あ、今の現役の人が傷んでるとかは言わないですけど宝塚メイクはするのにすごく時間がかかるので、こうやって濃いメイクをしてると落とすの難しいんじゃないかとか、落ちにくいんじゃないかとか、時間がかかるんじゃないかって聞かれるんですけど、実はあっという間に落ちます。こちらニベアのボディクリームでなじませてタオルで拭き取るだけでパッと落ちるので、普段のクレンジングとかでは使わない方がいいんですけど、肌にどうしても残ってしまうので使わない方がいいんですけど、早変わりの時とか、本当に30分ぐらいしか時間がなくて急いで落としてメイクを変える時とかにすごく重宝してました。なので今から
半分だけ落としてみたいと思います。どのぐらい早く落ちるのか見ててください。はい、いきます。せーの。はい、落ちました。こういう感じでなじませてタオルで拭き取るだけであっという間に落ちちゃいます。私は今関西を中心にタレント活動もしておりまして、読売テレビのスマタンという番組でレギュラーリポーター、 MBS ラジオでもレギュラーで、金曜日に松井愛の少し愛してという番組でリポーターをやってます。その他に毎月1回桂文枝師匠と2人で桂文枝の茶屋町ホテルという MBS ラジオのラジオ番組をやらせていただいたりと、いろいろメディアにも出させていただいているので、チェックしていただけると嬉しいです。そして今ツイッターを1万人になるように頑張っているところで、フォロワーさん1万人を達成することができたら、東京、名古屋、大阪で私主催のイベントを開催しようと思っています。もし気になる方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。その他にアイドル活動でいろいろ CD を出したり、いろんなところでライブをしたり、ちょこちょこ皆さんの前に出る機会をがあるように頑張ってますので、ぜひ見かけた方は声をかけていただいたり、気軽にしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。今撮った男役メイクの動画はアップまでにもう少し時間がかかるみたいですので、こちらの娘役メイクの動画を見て皆さんお待ちください。お楽しみに。